緑星サルガスを引き離したぞ、やるだべ。ウェザーエッグ出てこい、ライオン。行くわよ、ゼウス。ライテン。チョッパー、そっちはなんとかなりそうか。うん、大丈夫じゃ。そっちに集中せい。おめえも心配なんだが、その姿。の、宮城。ゾーンには、そんな薬があったのか。わしの一存では投与できんがの、超回復ができるのか。考えてる暇はねえ。そいつをよこせ。後で体がどうなろうと、今戦えなきゃ意味がねえんだよ。己に話すことは何もあれせんわ。巨人空手奥義。おんどれ、歴史に口を挟むなら鬼ヶ原政権。半端な覚悟で踏み込んでくるな。準備完了。市長番ガオンホージェネラルガノン。準備完了。フランキーラディカルビーム。サンジが私を頼ってくれた意味をあなたが知る必要はない。彼こそ海賊王の領域にふさわしい男。ギガンテフルール。三刀流ディアブルレンガキオニッチャル。おいグルグル、この戦を制したらよ。ああ、見えてくるな。ルフィが海賊王になる姿。カイドウがいたぞ。あそこへ突っ込め。ギュッホース、スネークマン、ゴムゴムのジェットカルバリー。ほっ、ヤマ、お前がカイドウを止めてくれてたのか。助かった、ありがとう。どうやっても死なねえよ。俺は海賊王になる男だ。もう去年はね、あの配信だけだったので本当にもう嬉しいです。こうやって皆さんのお顔を見られることが。そして今回も配信で見てくださってる皆さんもこんにちは、こんにちはって声、こんにちは、ね、配信の人は声出していいんだよ。配信の人はね、ここはごめんなさい、ありがとうありがとう、みんな手振ってくれてる。モンキー D ルフィ役の田中真由美です。はい、あ、なんか恥ずかしい。あ、皆さん感動してます、嬉しいです。後ろの皆さんも見えますか。そして配信の皆さん見えますか。ナミ役の岡村明美です、よろしくお願いします。
皆さん、こんにちは。無観客とかリモートとか慣れたつもりでいましたけど、やっぱり顔が見えるっていいですね。でも配信の皆さんもよろしくお願いします。ゾロ役の中井和也です。はいはい、皆さんね、本当にやっぱお客さんいるのは嬉しいですね。出てきた瞬間なんかこうみんながセリフ聞いてくれてるのを笑顔を見るだけでうるっとしそうでございました。後ろの方のみんなもね、今日は楽しんでってください。声は出せないけどもう目いっぱい楽しんでってくださいね。ウソップ役山口勝平です。俺の名はおそばマスク。英語で言うとジャパニーズヌードル仮面。クロワシのプリンス平田博明です。どうぞよろしくお願いします。仮面ほら、いくちゃん待ってるから。みんなが突っ込めないのいいことに。仮面は英語ではありません。皆さんこんにちは。手を振って、足鳴らして。いいね、もうちょっと足鳴らして。リモートを見てる皆さんはおーって言えますよ。こんにちは、元気いい。声を出してはいけないからといって盛り上がっちゃいけないっていうルールはないです。今日は大いに、何らかのコミュニケーションをとって盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。皆さん、来てくれてありがとうございます。そして配信の皆さんもご覧いただきありがとうございます。すごい嬉しくて感動しております。ニコロビンの山口ゆり子です。嬉しくって万歳。皆さん声を出さずに、せーの、万歳。はい、はい、そのまま手をキープ、いきますよ。セイスフルール、支援フルール、ミルフルール。飛ばすな。みんな一緒なの。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。楽しもうね。いやみんな、スーパーに元気か。会いたかったぜ。今朝のテレビシリーズのオンエアを見て、桃之助の香ばしい、とてもいい匂い、その匂いを嗅いでみたい。私がフランキーこと八尾和樹です。盛り上がっていきましょう。皆さんこんにちは。配信の皆さんこんにちは。長かった、10年こうやって仲間と会える日、一緒に出れること、こんなに嬉しいことはありません。私、ジンベエ役の法木克久です。よろしくお願いします。イエーイ、法木さん、法木さん、お待たせしました。ね、法木さんどうですか、あのジャンフェスの会場の雰囲気。いやいや、本当にね、このコロナに関わらずね、もうこうやってたくさんの方がいらっしゃってるっていうのはもうね、本当にこの日をね、どんだけ待ちわびてたかね。本当に嬉しい。ちょっとね、こうメイクも凝ってね、気合が感じられます。はい、はい。そしてもう一方、この人よ。死んで骨だけウルック役の長でございます。皆さん楽しんでますか。うん、え
オンライン見てる皆さん、うん、楽しんでます？あそこ長さんも作ってもらった、ね、会場の皆さんも、うん、聞こえない、何言ってるか分かんない、マスクしてるし、え、あ、喋ってないから、そう声出せない、楽しんでるっていう人はじゃあお手手出して拍手してください。いきますよ、よーい、はい、はいはいはい、もっと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 、はい、拍手、ポン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 、あ、ちょっと合わなかったね、もう一回いきますか、もう一回ね、はい、やりたいやつ、見てる皆さんも、はい、いきますよ、はい、拍手、ありがとう、じゃあ楽しんでくださいね、あんがやっぱ、なんかどうも満足したみたいでよかったですね。相変わらずですけれども、ね、あの今回はあの和の国編ということで、はい、ちょっとみんな衣装もどうですか、そうなのよ、ね、そうなのよ、ね、ちょっと ね凝ってくださいましたね、後ろもすごいんだよ、みんな後ろもそれぞれ凝ってた、そうそうそう、ね、ちゃんと凝ってるんですよ、それぞれちょっとキャラクターっぽくね、なんとなく私あのほらルフィのこの門を、うん、あ、そうですね、うん、つけていただいて、はい、本当だ、うん、なんかそれっぽいね、うん、素晴らしいですね、ですね、うん、はい、今日はねこんな感じで行ってみたいと思いますが、はい、今年はですね、100巻1000話突破イヤーで盛り上がりましたけれども、ジャンフェスではこのコーナーからスタートしたいと思いますよ、船長タイトルコールどうぞ、はい、100巻1000話突破ファイナルワンピース、アニメスタッフ陣が選ぶ泣ける名ゼリフ原作シーンガシャポン、イエーイ、これはもうすごい面白いね、はい、音楽としては、はい、うん、はい、100巻1000ワイヤーファイナルとして和の国編を覇気全開で制作するワンピースアニメスタッフ陣にあえて原作にある麦わらの一味泣ける名台詞を選んでもらいました、はい、でそれをここにいる我々声優陣でアテレコしたいと、おう、そういうことですね、そういうことでございますね、はい、あん中にいっぱい入ってるってことだよね、うん、入ってます、入ってます、だってとはいえさ100巻で1000話なわけだから、はい、そうでなくても名台詞はスーパーにいっぱいあるわけだよ、そうです、はい、一体どれが選ばれたかと、はい、楽しみです、はい、うん、そこでですね、うん、たくさんある中で、はいはい、もう何を選ぶかも喧嘩にもなるじゃない、まあ順に言えばね、はい、だからあそこにワンピースガシャポン、はい、あの悪魔の実カプセルの中に、はい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 、アニメスタッフ陣が選んだ、名台詞のセリフのメモを入れました、なるほど、実際のガシャポンはミニフィギュアが入ってて今大評判ですよ ね、知ってます知ってます知ってます、回してくれた人、おー、嬉しい、ついやっちゃう、うん、で、何巻何話の誰の名台詞がまあ俺のだろうけれども出てくるかはでも時間運次第でございますよ、どうぞ、時間いっぱいで終わりです、そうです、時間いっぱいいきますよ、時間でね、じゃあもう早速いきましょうかね、じゃあね、はい、ガシャポン回したい人、はいような野球を見せてるんですけど、いくちゃんが、はい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 、大人譲れ、疲れた、はい、じゃあいくちゃんで、ありがとうございます、はい、行きましょう、可愛く楽しそうにコールして回してくださいね、あ、コールね、うん、なんてコールしよう、え、なんてコールする、ガシャポンだから、やっぱりじゃあ、うん、ワンピースガシャポン、うん、うん、そのまんまやん、あ、じゃあワンピースと名台詞入れて、ワンピース名台詞ガシャポン、はいはい、行きましょう、はっはっはっ、コインがあるよ、うん、いいよ、じゃあ早速行ってください、もう行っていいの、いいよワンピース名台詞ガシャポン、ガシャポン、ポン、出た、なんだろうなんだろうなんだろう、はい、なんだろうな、なんだろうな、自分で開けねえんだ、開けてもらうことにさ、開けてもらうシステムなんだ、この黒子さんね、そう、なんだろうなんだろう、おなんだろうな、いきます、え、作画監督の横山健二さんが選んだ泣ける名台詞、はい、60巻第590話ジンベイの名台詞です、おっ、はい、ジンベイ、そうですね、はい、作画監督の横山さんはですね、はい、あのアニメ初期の頃からワンピースに関わってきてくださった超絶職人でございます ね、うん、はい、ジンベイのセリフを選んだ理由に、生き様のぶれない本物の大人のセリフに投げました、かっこいいと書かれています、いいですか、ホークさん、いけますか、
大丈夫です。よっしゃ、じゃあ早速いきましょう、はい、60巻590話ジンベエの名台詞。失ったものばかり数えるな。ないものはない。確認せえ。お前にはまだ残っているものは何じゃ。仲間がいるよ。でした。はい、いきなり泣かせに来ますよ。ねね、でもこれ実際これの時って、うん、あの僕らみんな出てないじゃないですか、うん、お休みでした、ね、ジンベエとルフィだけだったんで。そうですね、うん、どんな感じだったんですか。いや、この日ね、その前からなんだけど、エースがなくなるっていう厳しいところから、ね、ずっとインペルダウン編からずっと続いてたんで、うんうん、この辺りのこの鳥の日っていうのはもうね、もうスタジオ内のなんかもうものすごい緊張感っていうかね、うん、悲しみがね、そう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 、うん、なんか誰も薬とも言えないみたいなね、うん、そういうこう異常な感じはすごくあったよね、本当に、うん、だからみんなセリフ誰もとちらなかったっていうかさ、集中してたんですね。集中、ね、ものすごい集中してたんだろう。で、まあ、ちょっと閉じちゃっても多分全部 OK にしようっていうぐらいのスタッフのなんか、ね、うんうんうん、そういうのはね、勢いがありましたね、うん、あったよね、うんうん、まあ、なんかこのセリフって結構いろんな生活のいろんなシーンでこうなんか自分になんか助けて自分にも言ってくれてるみたいなね、うんうんうん、そう、人生の格言になるよ ね、うん、ね、なんか ね、 んね、もうなんか、うん、ないものはない、あるものは何だろうかって自分でね、皆さんもそんな風になんかこのセリフをなんかに元気づけられた方もたくさんいるんじゃないかと思います、うんうん、ね、ね、ワンピースはバイブルですもん。そうです、ね、いやいや、なんかいきなりこんなのが来るんです ね、 ね、本当そうだ、ね、ですね、そうだ、じゃあこんなにでしたね、どんどん行きましょうか、続けていきましょう、はい、お願いします、はい、ワンピース名台詞ガシャポン。出てこない。え、故障、嫌がってる、嫌がってる、嫌がってる、叩いた叩いた、治るもんじゃないだ、昭和の人だよね、一回コイン入れた、コイン一回出てこない、そのもう一回やってみて、リセットボタン押して、そこグッて押して出てくる、うん、それお金がね、きっとこれ、ま、そうそうそう、偽コインなんだな、そう、偽コイン、偽コインじゃないのワンピースもう一回やるの、ね、やめんだやめんだよ、出てよかった、何が出るかな、何が出るかな、さあどこが出るかな、何が出るかな、だろうな、出た出た、はい、教えて教えて、なんだ、はい、創作画監督、うん、市川圭一さんが選んだ泣ける名台詞です。これだ、はい、85巻第856話、お待たせしました、三次の名台詞、おーっと、三次、おーっと、これ80、なんだって、85か800、これ関数と和数聞いただけであれだって分かる人いる、大体分かる人大体いるんじゃないですか、大体この辺じゃないかなみたいな、嘘でもいいから手挙げとけよわぁ、みんな知ってるんだ、すげぇね、市川さんはホールケーキアイランド編から総作画監督となったので、サンジに強い思い入れがあるそうです。で、セリフを選んだ理由は、まあサニー号に帰りたいがまあ定番かなと思うんですが、その後の過酷な境遇でこう言えるサンジの迷いと優しさにとても共感しましたと、はあ、ということでございますよ。あえてのここのセリフ覚えてる？ちゃんと女湯違う絶対違うがっかりだよそうかよ女湯では参りましょう、85巻第856話3時の名台詞です。家族だとも思わねえあのクズども、俺は助けたいと考えてる、だってそれがお前だろ、俺たちがいる式をぶっ壊そう。はあ、
球をぶっ壊そうを受けての女湯です、ね、女湯そうか違うよもう台無しいやでも本当ホールケーキのね3時は辛かったですね辛かったね見ててねかっこよかったし、うん、そう、うん、かっこよかったんだよかっこよかったんだよ違う違う本当にそれが今じゃいやいやいやさっきの原画ライブだったらかっこいいじゃんねねえ少し残りががいやでもさ最初の頃の3時って本当にすっごいかっこよかったじゃん、うん、2枚目だった、うん、やっぱりさ、うん、原作者がさ平田さんに寄っちゃったんじゃねそうかもねあそうかなんかメロリーとかなんかさああいう風になっちゃった鼻血出したりするようになっちゃったのってさ俺そんなにスタジオで鼻血出してるか分かんないけどなんかちょっと寄っちゃった気がするけどまあねまあちょっとかな、うんうん、役者が引っ張るんでしょうねね嬉しくねえなこの場合はいじゃあ次行きましょうかはいいくちゃんお願いしますはい今度こそ頼むぞワンピース名台詞ガシャポンあ、出た出たー出たーはい何かっているかな何かっているかなどこだどこだなんだろうねおお教えて教えていきますはいキャラクターデザインの松田みどりさんが選んだ開ける名台詞50巻第485話ゾロの名台詞おー来たー来ましたー来ました来ました、うん、仲良しだなガシャポンで来ましたやっぱりねやっぱ思った通りだこのキャラクターデザインの松田さんは松田さんですよねもうねもうワンピのスタッフ全員が知ってるものすげえゾロファンですそう、ね、ゾロが大好きだねそうだそうだもうゾロが出る話の力の入れ方半端ない違うんだよね超かっこいい絵を描いてくれる超かっこいい絵描いてくれる人史上入りまくりだよでセリフを選んだ理由はですね、ルフィと出会った頃は自分の命の次に大切なのが刀だったゾロが、うん、自分の命以上に大切なのがルフィの命になったのが明確に描かれて衝撃を受けましたということで、で50巻だからちょうど真ん中あたりですよ、そうです、あでもそう思うとそんな前なんだっていう気もしますけどね、なんですね、参りましょうか、はい、お願いします、では行きましょう、50巻第485話ゾロの名台詞です、わかった、首はやるよ、ただし身代わりのこの俺の命一つで勘弁してもらいて、いいよ、ありがとう、かっこいい、かっこいいね、死んでくれ、俺のために、ありがとう、ありがとう、死んでくれ、違う、ありがとう、さよならゾロ、ルフィなんか今までかっこよく受けてくれてたじゃないですか礼を言う、死んでくれ、いやロロはだってもう こういうかっこいいとこね、めっちゃありすぎじゃないですか、いやいや必ずドーンで終わる、To be continued で終わる、そうそうそう、ね、最後ね、大鳥はもうなんか、はい、ゾロのことが多いよ ね, そうですね、でもそうだね、でもそういう意味で言うと、サンジはブレたけどゾロはずっと最初からブレないね、そうだね、そうです、そうそう、だからまあ結局やってる人がかっこいいままだからじゃないですかね、いや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 、ブーブーブー、でも動いたし、あ、本当だね、ブレてみろよ、楽しいぞそうですよね、楽しいぞ、そんな気になってます、なんか仲良しだな、もう本当に、もう一個ぐらい行けるのかな、もう一個行けるかな、行きましょうか、まだまだ行きます、時間いっぱいだ、そうだ、どんどん行きましょう、はい、ワンピース名台詞ガシャポン、出ました、ね、はい、どこですか、音楽にも今あった、あった、出ましたよ、よかった、だんだんコツを掴んできた、コツ掴んできたいやー今日もうずっとこれやろういやシリーズディレクター長峰達也さんが選んだメテル名台詞、はい、すごっ、9巻第81話ルフィの名台詞です、おー、あった、結構前ですね、はいはい、前だね、映画の、ね、監督も務めてくださった、ね、シリーズディレクターの長峰さん、はいはい、このセリフを選んだ理由は、人生で助けてほしいことはいっぱいあるけど、でもルフィなら力強いこのセリフでみんなを救ってくれそうで涙が出ますということで、大体9巻っていうともうあの辺じゃないかなっていうのはあれだね、はい、これでした、はいはい、ちょうど来ましたか、はい、じゃあ、はい、行ってみましょうか、はいはい、それでは、9巻第81話ルフィの名セリフ、
この後ね、俺たちのところまではなしね、やりたいそうそうそう、この後のね、男子がかっこいいとこなんですけどね、やろうと思ってる、ね、でもやっぱこれきますよね、このなんだろう、この小田先生の小田っちのこの一言の威力っていうか、いやいや本当です、ここに来るこのセリフっていうのがね、ね、当たり前だの一言で全てを語るという、いやいや波は救われましたよ本当に、もうルフィのあの一言で名セリフでございましたね、ジョッパのところもそうだよね、まだ、あ、終わりよ、あ、おっとっとっと、ここで時間が来てしまいました、いくらでも やりたい ね、これまたやりましょう、ぜひ楽しいですね、ぜひぜひまたやりたい、スタッフの皆さんお願いします、次のコーナー行きましょう、はい、はい、そう、熱く盛り上がったものが今年もありました、まだまだありましたよ、ワンピースの知識と愛を測る戦いで頂点を極めた人物を称えましょう、船長タイトルコールよろしく、第3回ワンピースナレッジキング決定戦表彰式、イエイ、イエイイエイ、つい先ほど配信したばかりです、はい、そうですね、はい、本試験を突破した上位10名に前回チャンピオンのキリさんも加わって11名による頂上戦争が行われましたよ、いやいやいや、ちなみに、はい、ナレッジキングとはワンピースの世界を構成する全てを出題範囲とした全国統一試験、つまり日本一ワンピースに超絶詳しいキングを決める決定戦でございます、ありがとうございます、そこで並み居るライバルたちを抑え、うん、見事ナンバーワンに輝いたのがこの方です、はい、はい、今日いらっしゃい、はい、来ます、スーパーな拍手で迎えてくれ、第3回ワンピースナレッジキング決定戦、今年の勝者はのすけ海鮮丼、カモン、のすけ海鮮丼さん、ナレッジキングに輝いたのすけ海鮮丼さんにはですね、優勝旗が授与されます、ありがとうございます、がこのご時世なんで、自分で抜いて持って帰ってくださいやっぱりそういう方式なんですね、そういう方式です、あ、かしこまりました、じゃあ、行かせていただきます、はい、じゃあちゃんちゃかちゃん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 、ボケいらないからねちゃん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 、おー、かっこいい、広げてみせて、おーおー、かっけー、はい、さらにですね、はい、のすけさんには好きなキャラを選べるリクエスト権がつき、うん、小田先生書き下ろしカラーイラスト入りサイン色紙も授与されます、おー、のすけさん、リクエストしたキャラは何ですか、はい、僕がリクエストしたキャラはウソップです、ですねそうだったらよかったんですけどそうありたかったんですがちょっとですね、僕が選んだキャラは、うん、モンキー D ルフィ、あーやっぱね、でございます、はい、ね、はい、はい、小田先生がのすけさんだけのために書いてくれました、うん、こちらです、おー、おー、めっちゃ可愛い、ねー、すごい、欲しい、いいな、ね、そして子供時代のルフィ、子供っぽいね、うん、ね、そうだそうだ、あら、そして副賞として、ね、はい、写真は昨年のものですが現在リニューアルした金のルフィトロフィーをまた準備中です、すごいね、そして優勝者を描いた特製ビブルカードが後ほど授与されますよ、ね、いや、どうでしたのすけ海鮮丼さん、今回だってなんか年々難しくなってるでしょ、そうですね、もう問題のレベルももちろん上がってますし、はい、あの参加される人たちのレベルもめっちゃ上がってるんですよね、うん、やっぱりライバルがどんどん増えていく中で、はいはい、どうやってこう勝ち切っていくのかっていうのがものすごく難しい大会だったと思いますね、はい、じゃ あの結構袖とかで聞いててさっき の名ゼリフガシャポンとかは何巻 の何話とかって言われると大体この辺だろうみたいなのが分かる、そうですね、大体そういう視野も頭に入れて、だろう、ね、いく感じですね、いたよここに、さすがだわ、すごいね、ねえ、ねえねえ、はいはい、私たち声優陣からもなんかプレゼントしたいんじゃない、いつもね、やってますから、過去1回2回はさ、うん、あのここに声優陣がいるから好きなキャラになんかセリフ言ってもらってたけど、今年ホウキさん初参加なんで、あ、はいはい、どうでしょうかね、あの、うん、至近距離でジンベイにじーっと見つめてもらうっていうのあ、いいですね、これいいですね、こんぐらいの距離でじーっと、アクリル板
越しにね。のすけ海鮮丼さんが良ければそれで。はい、ちょっと一回一回いただいていいですか。ちょっと一回。アクリル板邪魔だな。いや、ないとダメだから。めちゃくちゃ不思議な絵だな。どういう絵なんだよ。何の絵だこれ。なんかものすごいあのホウキさんがあのなんか悪の親玉みたいに見える。ラスボス。ラスボスがあんまねえな。いやいや、ちゃんと交流してる。ちゃんとなんかあのね、あのセリフの方も開けたりする方がいいじゃないですかね。十分だと思うけどな。いや、ちょっとどう、欲しい、まだ欲しい。欲しいです。欲しがりだな。はい、欲しがらせてください。うん、ね、え、何が欲しいの。じゃあ誰に言って欲しいの。あ、ちょっと僕そのシーンをですね、はい、選定させていただきまして、うん、ちょっとあのこちらに試写食べてきましたので、え、ちょ、これをあのお渡しさせていただいてもよろしいでしょうか。いや、そんな人初めてだよ。ずずしいぞ、うん、それはね、あのギャラが発生するよ。いや、お支払いします。もうなんならお、すごい。お支払い。で、ルフィ、ルフィに、ちょ、こんな手続き大変なんですか、これ。こんな大変な手続きやったかな。それ、書いてきたの。カレーをどうしようかな。書いてきたの。もらって、はい、あ、じゃあ黒子さん運んでもらえますか。はい、はい、お願いいたします。僕が選んだシーンはですね、書いてきたんだって。書いてきた。なんだっけな、女湯覗き王に俺はなるじゃなくて、違う、違う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 、あのジンベイが、うん、あれです、あのお前に残ってるオルマなんじゃからの、女湯があるよじゃなくて、ですね、10巻のよし、どこまでボケるか見てやろう。もうちゃんとしたやつですね。もうちゃんとしたやつです。はい、はい、あの10巻の、うん、アーロンとルフィの、はいはい、アーロンに対してルフィが言った言葉をこう皮切りにちょっとアレンジしてみました。はい、マミさんお願いします。お願いいたします。長い。ギャラが発生します。はい、かしこまりました。長いんだよ、びっくり。これ書いてきたんだ。うん、お願いします。はい、のすけはハイフンを書き忘れるんだ、この野郎。男って字を難しい方の男って書き間違えるし、小さいつも書き忘れる。でもこのための2年だったんだ。第3代ナレッジキングにのすけはなった。ありがとうございます。 おめでとう。おめでとうございます。ねえ、もうこれまた来年の戦いは始まってるわけでしょ。そうですね、ね、すでに。やっぱじゃあ次もなんか、じゃあ例えば2連覇とかを目指すわけですか。はい、僕はもう全力でやる所存です。はい、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ね、でも本当におめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ということでのすけ海鮮丼さん、本当におめでとうございました。おめでとうございます。来年も頑張ってね。てなわけで、あの、あ、うん、振り込み口座だけ教えていただければ、はい、よろしくお願いいたします。高いよ。よろしくお願いします。後でね。はい。それではワンピースナレッジキング決定戦表彰式でした。おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、面白い人でした ね、 ね、はい、ですね。船長、次のタイトルコール、はい、お願いします。来年は連載25周年に突入。イエイ。ワンピース最新情報。はい、2022年はいよいよ連載が25周年になりますね。25周年にふさわしいビッグな企画が予定されています。中でも注目なのがあれでございますよ。皆さん、お待たせしました。この VTR からどうぞ。その歌声がもたらすのは永遠の幸せか、無限の牢獄か。ワンピースフィルムレッド。ワンピースフィルム久しぶりです。ねえ、嬉しい。よいよ、嬉しい。ね、今日はジャンフェス初出し情報ということでですね、まずは衣装の設定画を発表したいと思います。みんなよかったね、来て。まずはこちらからいきましょうかね。ジンベイとフランキー。おー、ジンベイすごいね。すごいね。ラスベガスの
プレスリーみたいな格好だね。プレスリーっぽいよね。ロカビリーに対したい、ね、プレスリーっぽい、そんな感じで、うんうん、なんか襟すごく立ってない？立ってます、ね、立ってる立ってる。ベルトもすごいね、チャンピオンベルトみたいな。チャンピオンベルトね。へぇ、プロレスじゃないよね、プロレスじゃないよね、ビッグ。ああ、なんだろう、プロレス、あっでもね、新庄ね、今ビッグボスって、ビッグボス、ビッグボスの襟、襟がね、襟がそうじゃない、すごい、特注の襟ね、ね。え、そしてこれフランキーは、フランキーね、なんだろう、これはスピーカーで上にボタンがあるってことで、カセット、ラジカセ、ラジカセか、ラジカセ、懐かしいな、かっけー、ラジカセット、あの裏返ししないとは聞けない、ここ胸のところさ、うん、カセットテープじゃないあれ、もしかして、え、あのほら、カセットだね、カセットテープだね、本当だ、本当だ、え、お腹、アナログだね、お腹は何あれ、え、なんかパイプ繋がる、なんかプラグみたいなのがさ、パイプが飛び出してる言うな、なんつった今、どこか、また自分で改造したのか、どっかスタンドとか行ってカチャって入れるとこあって、はいはい、電気でこうね、あ、電気を補充するっていう、あの充電、充電できるの、そうもう人じゃないね、カセットあれじゃない、オートリバース付きじゃねえの、オートリバースあったね、ダブルカセットなんて憧れでしたからね、え、知らない人もいるんじゃない、そうだね、どうね、機械がセットとか知らないか、わかんない、ちょっと次行ってみましょうか、昭和トーク、はい、次はブルック、ブルック、はい、あれあれあら、かわいい、なんかかわいいね、珍しいね、毛が多いですね、毛が多い、ヒップホップ、ヒップホップ、ヒップホップファッション系なのかな、いやでもいい、かわいい、なんかいつもだとウソップがしてそうな格好なの、うん、そうだね、毛がなんかウソップっぽいね、毛が、そうね、毛がウソップっぽい、うん、うんうん、はい、なるほど、変身したんじゃない、いや、わからないわからない、ちょっと待っと、もっと見てみましょう、次はこちらです、ドン、ロビンとアラミ、うわかわいい、かわいい、二人ともかわいい、かわいいね、ロビン、あのゆるパーマかかってる、お、ほんとだ、はい、ちょっと大人っぽい、大人っぽい、なんかヒッピー、ヒッピーってみんな知ってるのかな、ヒッピーのイメージか、ヒッピーのイメージ、ねえ、ブーツの長さ違うよ、そうなのよね、なんか、うん、え、履き間違えたのかな、素足とすごい履いてるのと、ほんとだ、どういう、でもさ、でもさ、でもさ、これ映画でしょ、映画です、うん、なんか二人とも露出が少なくねえか、そうですか、もう三十ったもうちょっと足してもいいんじゃないかい、それ和田さん、和の国編で女湯見すぎだよ、そうだよ、かナミもほら、はい、ナミの玉ねぎヘアがね、玉ねぎヘアなんだ、かわいい、かわいい、ちょっとフェスっぽい、ね、かわいい、かわいい、フェスっぽいね、ほんとほんと、フェスか、うん、はい、なるほどね、あ、そうだね、そうだね、すごいですかもしれないですね、今までのみんなね、はい、うん、すごい楽しそうだね、ちょっと次行ってみましょうか、うんうん、お次はこちらでございます、ウソップ&チョッパ、あー、かわいい、かわいい、これはもうウソップ、ちょっと完全にフェスだ、ウソップ、これはもうあれでしょ、ね、あれもうフェスじゃん、ウソップは完全になんか、あ、ペイちゃん大変だな、舞台挨拶の時いや、この格好しないから人情がしろよ、おかしい、お願いします、すごい、いやいや、でも結構好きなんで嬉しいですねえ、ね、チョッパーは、これは何だろう、チョッパーあれ何、なんかみんなと可愛いとか言う、うん、なんか違うけど、うん、なんか盆踊り、だからこういうやつ、なんて言うんだっけ、こういうやつ、あのね、おたっきのサイリウムか、サイリウム、手にも、あの光るやつ、そうそうそう、あ、そうか、それじゃない、チョッパーがよく拾ってくるいい感じの棒じゃないんだ、はい、じゃあでここに刺さってるのもさろうそくかと思ったの、ろうそく、これ八つ墓村、八つ墓村やめろ、ドロドロしてるな、違うね、あれもじゃあ光るやつだ、光るやつだ、そうか、え、アイドルオタクとか、え、あ、なんかね、そうだね、なるほど、あ、なるほど、一瞬お祭り男かと思ったけど違うね、お祭りじゃない、お祭り、ね、そうそう、はい、盆踊りかと思ったけど、けれども、かわいいね、かわいい、うん、そうか、どうしちゃったんだ、ね、次行ってみましょうか、ゼロと三時、おお、あ、やっぱりかっこいい、え、ゾウとサンジもちょっと可愛くね、いつもよりなんかちょっとサンジも髪型変わった、ちょっとなんか、うん、ゆるふわパーマかなんかだけど、かっこいいじゃん、うん、でもそれでも気になるのはさ、やっぱすね毛だよ、うん、そう、すね毛が気になる、剃らないの、剃らないでしょ、剃らないでしょやってんの、よなよな、サンジといえばすね毛先生だから、膝の上もすねは分かるとしてさ、うん、後ろはすね毛じゃなくてふくらはげになってると、ふくらはぎ毛だね、そうか、ふくらはぎ毛、ネクタイしない格好も珍しいよね、そうだ、なんか本当に、ね、
あ、なんかそうだね、うん、サンジはちょっとこうイタリアな感じなのかな。イタリアっぽい。荒巻やめてみました。本当だ本当だ本当だ。風邪引くぞ。お腹壊すぞこの映画で。大丈夫。パンツにダメージ入れてみました。自分で刀で自分の刀で自作結構違うね。おしゃれに目覚めた。シャツの襟ぐりも自分の刀で切ってみました。自分でやったんだ。よなよなダンサーさんみたいな感じ。やってるとこ見たい。おしゃれに目覚めてみました。豆だな。すごいな。これやっぱりじゃあフェス？フェスですよね。フェスって書いてある。書いてある。書いてある。フェス。フェスバージョン。すごい楽しそう。楽しそう。今まで絵だけ見てた。宣伝の時もなんかカーってなんか歌ってる人みたいなんでいたもんね。あ、宣伝のやつね。うんうん、はいはい。歌ってる人はいるいるいる。夏だね、きっとね。夏だね。あ、でもそのイタリアの人は半ズボン履くのか。ね。すね毛出しながら。俺もうこれで終わりだと思ったら大事な人忘れてました。ルフィです。そうだいたんだ。忘れるなよ。忘れる。これまたあ私も暑がりなんですごい嬉しい。これ涼しいやつでしょ。あの扇風機中についてるやつ。ちっちゃいやつね。あの扇風機ついてるやつ。工事現場の人が、あれ相当涼しい。蚊取り線香じゃないの。蚊取り線香じゃない。燃えちゃう。虫がいっぱいいるところだ。すごい煙い。フェスだからさ。フェスだから虫除けが必要だからね。虫除けか。ああそうか。そっか、なんか楽しそうだね。楽しそう。じゃあなんか野外でフェスみたいな、なんかそういう映画なんですかね。まだ全然僕らもね、私たち分かってないもんね。内容が分かっていないのですけれども、ワンピースフィルムレッドは2022年8月6日公開ですね。そうです。さらに25周年にふさわしい情報もう一つ。はい、ネットフリックスオリジナルシリーズとして全世界独占配信されることがすでに発表された実写版ワンピース、 VTR をご覧ください。Hey guys, what's up? Welcome to Jump Fest. Hi guys. Hi everyone, welcome to Jump Fest. What's up guys? Yo, welcome to Jump Fest people. I am so beyond excited for production to start. And I just can't wait to start production. We're here on set, working hard to bring you One Piece. I'm super excited to start filming here on the set of One Piece. I hope you all are having fun. I just wish that I could be there at Jump Fest with you. I hope you guys all have fun over there. I wish I could be there. Peace. And I hope you guys have an amazing time. Hey, 皆さん、ジャンプフェスタ楽しんでください。Thank you, big hugs. Enjoy Jump Fest and have a good time. Woo! Jump Fest! 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 Jump Fest time, ladies and gentlemen. あっちもバカだって。楽しそうですね。誰もね。ね。暑いね、みんな雰囲気ありますね。あるね。いやいや、こちらもね、楽しみですね。楽しみ。ぜひぜひね、皆さんの方もね、応援よろしくお願いいたします。はい、来年はですね、またいろいろなことが起こりそうですからね。最新情報は本誌およびワンピース .com をチェックしてください。ということでですね、はい、あっという間の時間でございます。早い。お別れが近づいてきましたけれども、はい、これからの本誌連載のこと、来年の25周年のこと、いろいろもっと知りたいことがありますね。原作の小田先生からファンの皆さんにメッセージを預かっていますので、いつものごとく船長代読お願いします。はい、代読させていただきます。ジャンプフェスタにご来場の皆さん、そしてご視聴中の皆さん、こんにちは。肩こりと腰痛の二刀流、小田谷翔平です。さて、今年は漫画千話パーリーに始まり、百巻パーリーを経てアニメ千話パーリーと、パーリーパーリーな一年でした。いろんな企画楽しんでいただけましたか？いくつかの発表もありました。ハリウッド版実写ワンピースのキャスト発表、ぴったりでしょ。あの5人はほんといいよ。制作は今もじりじりと慎重に進んでいます。そして映画レッド、
謎の女の子、シャンクス、ルフィ。シャンクスって実はまだまだ謎の多いキャラクター。女子との関係は？ルフィと会うの？シャンクスがこれだけちゃんと映画に出るのは初ですよね。出るよ！何も発表すなって止められてるけど、書いたもん勝ち、書いたもん勝ち。そして来年はなんと漫画が25周年だそうです。ありがとう。また担当たちがいろんなこと企ててくれてるので楽しんでね。本編に関してはまだワノ国終わってねえのかいと驚いてる僕ですが、とにかくルフィ、主人公に注目してください。うまく描けるといいな。そしてずっと描きたかったワノ国ラストシーン、かーというわけで、ワンピース来年も超熱いです。応援のほどよろしくお願いいたします。2021年12月、栄一郎織田、代読させていただきました、ね、ありがとうございます。なんか来年も本当楽しみですね。楽しみ。ワノ国はまだまだ続きそうですけれどもね。目白押しですね、はい、いろんなね、パリ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 で ね頑張っていきましょう、はい、それでは声優陣からも皆さんへ一言ずつメッセージお願いします。はい、皆さん今日は声が出せなくてもマスクの下、皆さんの笑顔がもうひしひしと伝わりました。ありがとうございました。また来年楽しいこといっぱいありそうです。また楽しみましょう。ありがとうございました。中井くん。はい、久しぶりに宴だったなっていう風に思ってます。ワンピースはやっぱり宴がないとね、今なんか大きい宴やっちゃダメみたいな感じになっちゃってますけども、来年もワンピースはでっかい宴を引っ提げて皆さんに一緒に楽しもうぜっていう風に、提案できる、そういうでっかい船を用意してますんで、皆さんどんどん乗ってきてください。今ね、なんか変な小田島さんっていう変な二刀流がいましたけども、僕は来年もワンピースの出演者とワンピースのファンの二刀流で頑張りたいと思います。どうも今年一年ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。はいね、本当に去年はね無観客で配信だけだったんですけど、今年はこうやってみんなの前で、またみんなで勢ぞろいできて、こういうイベントができたっていうことが本当に嬉しくてしょうがなかったです。楽しかったです。なんか今までとまた違った感じの感動がありました、後ろの方の皆さんも楽しんでいただけましたか、配信の皆さんも楽しんでもらえたら幸いです。また来年もね一緒にワンピース盛り上げていきましょう。ありがとうございました。倉田さん。はい、幕張にお越しくださった皆さん、配信で楽しんでくださった皆さん、ありがとうございました。なんとか今年は皆さんの顔を見ながら、楽しくステージを務めることができましたが、次はそこの椅子の隙間もキュッとなくなって、そしてその次は椅子もなくなって、その次は柵もなくなって、最後は全部なくなって、みんなで舞台の上で盛り上がれるような、みんな来るそういうようなステージにしたいと思います。来年映画出番があれば頑張ります。かっこいいシーンがちょっとだけもあるといいなと思ってます、来年は今年よりももっともっといい年にしましょう。ありがとうございました。ではでは、いくちゃん。はい、皆さんなんかいろいろコミュニケーションを取ろうって言ったけど、あーできなかったよ。足鳴らして、楽しかったって人はもっと鳴らして、もっと手を挙げて手を振って、ありがとう。こういうコール&レスポンスなんかできるのも楽しいです。あ、配信の皆さん、やっほー、ありがとう。一人になっても寂しくないありがとう。
来年もさっきおだっちが言ってたように、今年、100巻1000話とパーリーパーリーこんなに霧のいい年の次ってなんか101とかなんか違う数字になりそうだけど原作25周年もうお祭りの予感しかないですよね。また皆さんと一緒に、たくさん盛り上がっていけることをなんか予感できる来年が本当に本当に楽しみです。映画、ドラマ、ドラマリトフリのね、うん、リショ版のねそう、うん、リショ版のね。あと、ワンの国編も目が離せないと思います。いろいろ、仕掛けがたくさんあるということで私も楽しみにしています。今年もいろいろありましたけれども、皆さんとこうやってお会いできたこと本当に嬉しく思います。ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします。ゆりこさん、はい、ありがとうございました。今年もね、皆さんとあの大好きなこのメンバーと一緒にこのステージに来られたことと、まあなんといってもジンベイがもう本当に待っていました。ジンベイさんが一緒にステージに立っていることがすごい嬉しいです、ね、そして皆さんもう本当遠いですよね、後ろの椅子の席の方、楽しかったかなありがとうございました。配信見てくださってる方もありがとうございました。今回はね、あのすごい抽選でね、本当にわずかな、わずかじゃないけれども、でも2000人という限りがあるあのお客様たちだったけれども、来年は本当にもう会場中いっぱい皆さんで埋め尽くしてくださることを願っております。配信の方もね、来年は来てくださいね。そしてロビンはなんと来年ちょっとやっつけなきゃいけないあの敵がいますのでね、今からちょっとあの気合を入れて来年頑張ります。皆さんありがとうございました。良いお年をですね。そしてまたワンピース来年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はいはい、ヤオさん、みんなスーパーに楽しんでくれたか。俺たちは配信を含めてみんなと同じ時間を共有できたことめっちゃ幸せだったぜ。ありがとうございました。来年もよろしく。そしてそしてホークさん、はい、去年は配信だけでしたけども、こうやって噂には聞いてたこのジャンプフェスタにやっとみんなと一緒に出られたってことがもうとっても感動で、で皆さんとこうやって一緒にあの前あの目の前にして一緒に何かやれたってことがもうすごく嬉しいです。配信を見ていただいている皆さんにも本当にありがとうございます。来年もこれから私はこのジャンプフェスタには出れるかと思うと、とっても嬉しいです。皆さん今後ともジンベイともども皆さんもよろしくお願いいたします。はい、そしてそしてチョウさん、いや一言で面白かったですね。楽しかった。いやね、あもういやカッペイちゃんのあの MC ぶりすごいね。いやあとあの何あの中井くんがすっごいいや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 、なんかやったかと何もしてすっごい面白かったねえ。はい、あっという間でしたね。はい、じゃあ最後は3本締め、皆さんお手手出していきますよ。よーおっおっ、ちょはいはい、拍手、はい、もっともっともっと、はい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 、ありがとう。最後まで合わなかった。まったねはい、そしてそしてまゆみさん、はい、もう今日あの出てきた瞬間に皆さんの顔を見て本当に嬉しかったです。来年は声出して一緒に盛り上がれるといいですね。ですね。はい、今日来てくれたみんな、そして配信で見てくれたみんなは俺たちの仲間だ。ありがとうございました。はい、はい、
さてさて、このステージの終了後にはですね、スペシャルプログラムワンピース和の国鬼ヶ島絵巻を放送いたします。はい、これはですね、バーチャル会場ジャンフェストを舞台に和の国での壮大な冒険を一気に駆け抜けるジェットコースターアトラクションです。ぜひ最後まで楽しんでいってください。はい、また今日のこのステージの模様は12月22日夜より期間限定で YouTube ワンピース公式チャンネルで見逃し配信されます。ぜひチェックしてくださいね。はい、それじゃあフィナーレはジャンフェス恒例の麦わらの一味全員で久しぶりに歌いってみましょうかね。おー、今回はさ、ジンベイのホウキさんも一緒に歌うんだよね。はいはい、これはもうここだけのスーパー本邦初公開。お、よろしく。はい、それでは歌の最後にまゆみさんがせーのって言ったら、みんなでメリークリスマスコールの代わりに今年は手を振ってくださいね。メリークリスマスは心の中で言ってください。そしてみんなも心の中で歌ってください。うん、ファミリー。知り合いじゃなくて友達じゃなくて俺たちはファミリー。知り合いじゃなくて兄弟じゃない、俺たちはファミリー。だだ広い海図渡してみてもこれだけのやつら見つかんないぜ。一流の困り者乗り込んだまざし上までの常識捨ててから来いよ。エブリデイサバイバル、すげえもん勝ち。一番のお宝を捕まえる。兄弟じゃない、俺たちはファミリー。ただ本物のでかい夢見てるやつは本物以外は言えないはずさ。飛び散りのドリーマー天敵のまざし、センチメンタル無用を笑うオンリーユニコーン。この仲間なら最高に強いんだ。知り合いじゃなくて友達じゃなくて俺たちはファミリー。一人的じゃなくて兄弟じゃない、俺たちはファミリー。もう一回。知り合いじゃなくて友達じゃなくて俺たちはファミリー。ファミリー敵じゃなくて兄弟じゃない、俺たちはファミリー。せー
まもなくジャンプフェスタ2022を締めくくるワンピース和の国鬼ヶ島絵巻が始まります。物語を体感できる特別な世界へお連れします。今しばらくお待ちください。ようこそワンピース和の国鬼ヶ島絵巻へ。これは和の国での壮大な冒険を一気に駆け抜けるジェットコースターアトラクションです。それでは始まり始まり。ようこそ和の国鬼ヶ島絵巻へ。ここは四皇カイドウに支配された和の国。将軍家の血を引く桃之助と出会ったルフィたちは、和の国を開国すべくついにカイドウの待つ鬼ヶ島へ向かう。よう、和の国を支配生きるこの時代、生物最強百獣のカイドウ、懸賞金46億超えの四皇、実力圧倒的世界最強、おまけに凶暴、40回に及ぶ死刑宣告、百獣海賊団の先導、何度殺したって死なないカイドウ、誰も彼を殺せない人は勇者しならカイドウだろう。雷鳴発揮、まさかの一発でやられたルフィ、カイドウの金棒最強すぎ、でも負けない心、不屈の精神、さらに積む鍛錬でめくるページ、ついに討ち入りの時が来た、向かうはカイドウ、待ち受ける鬼ヶ島、侍同盟と百獣の合戦、そこにまさかのビッグマム参戦、ワンピースを取りに行くぞ、ついに始まる全面戦争、さあゲロ海戦の雄たけび、今日で話すぜ敗戦の悲しみ、長く長く耐えてきた侍たち、何度も何度も渡り続けた危ない橋、長くも座った面持ち、受ける気ないほどの死、待ちに待ったまさに今がその時、名を捨てろ知恵を捨てろ、全てかけこの一撃に命を乗せろ、赤鞘くに男が貫くカイドウ、ジンベエ登場一気揚々、麦わらの一味も全員集合、戦場駆け抜け丸ここ火星、新世代四皇とうとう開口、誰が最強かまっせ必殺、サムガムの前回はやられたルフィが一発で、カイドウを殴り倒す金髪、した状況の連続がまたキーカー、手になり夢に近づく、俺は海賊王になる男だ、ついに総力戦始まる、ここから知力人間、ゴム人間、改造自在、竜と天才、どっちが化け物かわからない、どっち勝つかさえも誰も未だ分かりゃしない、ゴムゴムのゴムガン、パンクバイス、煉獄おにぎりタクト三色ロー、炎と雷鳴しまぎりたつまる、開封母のカウンターショット、ヘブンリーボンボン、ヘブンリーボンやシャンブルズ、足場希望者の戯れ、ゴムゴムのこんな飾りが、何度戦えと敵は倒れない、何度やられてもルフィは負けない、仲間を逃がして最後に言った、俺は勝つ、それだけみんなに伝えてくれ、
ジャンフェス島に現れたこの巨大な絵巻、その名も大海賊百景。第1回キャラクター世界人気投票を記念し描かれた50を超える大海賊たち。その迫力、躍動感、とくとご覧あれ。もうすぐ終わっちまう。やっぱりよ、最後はあれだよな。みんな行くぞ、宴だ。知り合いじゃなくて友達じゃなくて、俺たちはファミリー。親戚じゃなくて兄弟じゃない、乾杯。だが広い海積み渡してみても、これだけのやつら見つかんないで。おいみんな、ジャンプフェスタに来てくれてありがとな。楽しかったか。来てくれたみんなも、遠くから見てくれてるみんなも、ちょっとでも元気になってくれたら嬉しいな。エビデイサンバイバイ、すげえもん勝ち。一番のお宝を捕まえる。また来年も絶対ここで会おう。ジャンプフェスタ2022、これにてお開きだ。以上をもちまして、ジャンプフェスタ2022は全てのコンテンツを終了いたしました。また来年もお会いしましょう。ご来場ありがとうございました。以上をもちまして、ジャンプフェスタ2022は全てのコンテンツを終了いたしました。また来年もお会いしましょう。ご来場ありがとうございました。Yeah.
なくて